それでは今日はですね、ちょっと何かと話題の SM のテーマパークロビエに生見えに来ました。はい、いろいろ見て買っていきたいと思います。商品紹介します。はい、それではですね、今日日曜日なんですけど、まあいろいろですね、商品はないものもたくさんありましたね。もう売り切れてね。で、惣菜系が人気のお店でしたけど、惣菜系がほぼ売り切れておりましたけれども、バババババババとここに行ってきました。ちょっといろいろ面白かったので紹介していきたいと思います。ではこちら、これうなぎを買ってきました。これ見てください、まあ、分厚くて結構大きなうなぎ、これが2匹で2000円ということで、はい、これを購入してきました。で、あとですね、これママが感動しました。国産若鶏のもも肉、これが安かったね、ママ100g あたり75円です、これ1,2,3,4,5枚入って1139円。もううちはちょっと唐揚げ作るんでも3枚使うもんね、ペタッと。これがとても値打ちでした。国産です、これね、おすすめです。お安いです。次いきます。ミニトマト厚守りです。これが499円でした。見てください、厚さもあります、結構これね、特大サイズってことでここにしました。はい、次いきます。このキムチです。キムチコーナーがめちゃめちゃたくさんありました。で、いろんなレンコンのキムチとか、あの秋のキムチとかいろいろありまして、で3つで1111円ということで、あのお値打ちでしたので、割り干し大根のキムチ、それから白菜キムチですね、ネギキムチ買ってきました。めちゃめちゃ美味しそうじゃないですか。炊きたてのご飯で食べたいと思います。次いきます。こちらです。ハイローラーかと思ったら、はい、どうぞ。ミルティーローラー、はい、666円で、これはですね、光が大好きだからね、ということで、ヒカルが喜ぶ買い物が、相当できたので買ってきました。次いきます。これ卵がまんま激安だったね。これね、129円とかだったんで、とてもお値打ちですか。半額ぐらいだよね、だってとても安いですね。次いきましょう。この袋何かってことなんですけど、こうやってね、爆買いしませんかって言って、こうやって縛られて売ってます。これ、これも安かったよ。この男前豆腐が、この4つパックが3つ入って、こちらのお値段です。ロビー初めて行きましたけど、まあまあ安いものは安いね、とても。で、ダダダダとですね、合計金額が13,229円ということになったんですけど、これにはちょっと訳がありまして、ロビーは皆さん決済は現金しか使えませんので、皆さん注意してください。以上です。ネギ決めていただきたいと思います。では、白いご飯に私の腕映ってるね、バウンドさせていい食感もいい感じやん。なんかネギ辛い。これね、キムチの辛さよりもネギの辛さだよね、うん、ネギキムチでした。ヒカルの大好きなミルフィーユローラー食べちゃいます。はい、食べちゃいます。じゃあこれ全くちょっとこっちだもんね。でもさ、しかもさ、ちょっと待って、うん、コストコのさ、うん、ハイローラー結構さ、ベーコンさ、油固まってるけどさ、ね、これちょっとさ、いいんじゃない。うん、結構いきます、うん、いただきます。いただきます。これね、皮が厚くってみたい。なんかさ、やっぱコストコのやつはアメリカンな感じするけど、ここなんか美味しいよ。美味しいです。